中日投手、いちご農家にコンバート。三谷拓也さん、横浜市で観光農園オープン。同業者からのいじめが発覚しました。水道弁を切られてました。ゴールデンウィークの1日目にやるところが計画的。運営者だと、顔バレするのでおそらくその、身近な方でしょう。組合入らんかったらいじめるとか言うあれか？あの、代打三妻か？バックに立浪さんがついてるって言えば一発。なんか数ヶ月前に、最近軌道に乗り出したみたいなニュース見たわ。大盛況らしいし、新参者が大儲けしてて気に食わんかったんやろうな。本当なら陰湿やな、なんか嫌われることでもしたんか。いちご農家になってたのか。よそ者ってだけでこういうのはいじめの理由になる。いじめで済ましたらあかんよな、水道法ってやつでこういうのはあかんと決まってるはずや。新参者いじめるのがストレス解消や。大丈夫や、全野球ファンが味方やぞ。立浪と与田を連れて行こう。ほんまに家庭の事情で小麦に出たやつやん。犯人の顔が映ってる画像でもないと、細警察は動かんやろな。同業者でもない奴がこんな嫌がらせするかよ。反応しないで粛々と警察行けよ。相手喜んでそう。水道出しっぱなしがダメだと思ったんじゃないの？民事不介入だからまあ抑えてって終わりやで。農家はほんと陰湿なカス多いからな。三妻、負けんな。一次産業は既得権というか、新参者が儲けるのをとことん嫌うからな。素人ならビニールハウス破くとかその程度じゃなくて、水道を切るってのが同僚の考えることなんやろな。なんで中日ドラゴンズって面白いの？食べ物作ってる奴らは自分は何してもええと思ってる。あとは誰がやったかの証拠を突き出さんとな。逆に言うと、証拠なしなら、言い逃れされそうや。生産者様は何しても許されるわけちゃう。ヤクザが農業始めればええんちゃう？勝手に特権意識持って、おかしくなっちゃってる奴の仕業。やっぱり、立浪か与田か、ヤクザの出番だな。やられたらやり返せ。倍返しで。またニュースになるかもしれんけど。